ったゲームをしてみたいと思います。こちらに一組のカードがあります。カード52枚ございますけれども、例えば思い入れのある数字など、何か自分にとってのラッキーカードってお持ちですか？私の場合はスペードのキングがラッキーカードです。お客様も何かラッキーカード一つ答えていただけますか？ハートの7。ハートの7ですね。ではそちら忘れないように、しっかりと覚えていきます。まず私のラッキーカードであるスペードのキングを探しましょう。ちょっとゲームの説明をしていきます。トランプの中に自分のラッキーカード、私の場合スペードのキングがこのようにどっかに入ってます。このようにカットすると、どこに行ったのか分からなくなりますけれども、これを1回だけこのようにカットして、そこからラッキーカードが出てきたら、こちらの1万円をお客様に差し上げるというゲームをやってみたいと思います。やってみますか？じゃあまず何とかカットして、しましょう。カットして、さあどうでしょう。ハートの7ではないですね。残念、1万円はお渡しすることができませんでした。ちなみに私が先ほどカットして、入れたカードありますよね。これがなんと私のラッキーカードであるスペードのキングです。実はこのゲームは、インチキがされてまして、お客様の言ったラッキーカードハートの7はあらかじめこちらのお財布の中に